うん、うまっ。今近くにいるやつがいろいろ細かくて栄養がどうとかうるせえんだよ。俺ら学生の時はこんなんばっか食ってたのにな。お前は相変わらず辛いもんばっか食ってんだろ。学食の裏メニューにあった激辛カレー、あれ食えんのお前くらいだったもんな。知ってるか？あれ裏で殺人カレーって言われてて、それを制したお前は処刑人って呼ばれてたぞ。ま、つけたの俺だけど。どうして日本に？まあいろいろ。強いて言うなら日本食が恋しくなった。あ、ごちそうさま。じゃあどうしてまた俺の前に？お前の吐く煙が恋しくなったなんてのはどうだ？意味わからん。嫌いだ。出会った時からずっと。